今回は逆にジブリでまずそうと思った飯をあげてくみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。テナーさんには申し訳ないが自分はこれ。生の玉ねぎにチーズ。これはチーズはいいだろ。チーズは紫玉ねぎは普通の玉ねぎより生殖向きだから。それにしたってねえ、いかにが団子禁止。昔は玉ねぎを丸かじりしたりしてたらしいし、それに比べれば切るだけ上等とかそういう。普通にうまそう。ハムかベーコンが一緒に挟まれば負ける組み合わせに見えるんだが、結構うまそうじゃね。味はともかく長靴いっぱいのあれ、名前ど忘れしたが、チコのみか。風の谷の少女たちが姫姉様のために一生懸命に集めた実。アスベル味はともかく長靴いっぱい食べたいよ。チコの実のって酸っぱいのか苦いのか設定あるのかな。当時はサイズと噛んだ音から胡椒とか山椒の実みたいな感じかなと思った。自分はチコの実のもじりかなと思ってる。杏仁豆腐に乗ってたりする赤い実。味も同じものをイメージされてるかはわからんが、アスベルのリアクションからして酸っぱそうな感じがする。ニシンのパイってうまいのかな。パイは甘いもんだと思っているから味が想像できん。作って食べたけどパイはやっぱ肉系の方がうまいと思う。かなり拡大解釈だけど、焼き魚をパンの上に乗せて食べてると想像してもらえれば。ちなみにパイ自体は基本甘くもなんともないから、ミスドのパイが手頃。この季節ならコンビニとかでもホットパイシチューが売ってるし、甘くないパイ食べてみ。マクドの三角チョコパイとかもチョコにぶち当たるまではそんなに甘くないし、割と食事っ気強いもんよ。ラザニアとかグラタンもパイの仲間だよ。ジブリ美術館で食べたのはかもなく不可もなくって感じだった。白身魚のクリームに日本で馴染みが深いのは、鮭のクリーム煮をパイにしたやつだから美味しいよ。ニシンじゃなくてイワシのパイなら食べたことあるけど、昔姉が突然作った魚の身とパイ生地がまあ合わない。映画のやつは普通にうまそうだとは思う。なおリアルの方、ニシンのパイとスターゲージーパイは別物定期。え、そうなの。イギリスモチーフの国で出るニシンのパイ、しかも若い娘が嫌いっていうのならスターゲージーパイだと思ってたわ。好みの問題だけど、サツキの弁当は子供ながらにってなった。でもあの年の子が2人分弁当作るってだけで中身なんだろうと上等だけど、桜全部多すぎないとは子供心に思ってた。ムチがキワイ。わあ、たらこご飯うましそう。俺の一番の思い出のギブリ飯でワロタ。母親に目立って買ったのを袋から直接食べていた。ちゃんとした桜伝部ってめちゃうまいからな。美味しそうではあるけど、メイの占める割合がすごい。ドカ弁だよ、ドカ弁の元ネタ。ドカタの弁当の略だけど、米がめちゃくちゃ多い弁当のことをそう呼んでた。昭和の弁当。昭和初期ぐらいまで日本人は1合の米と漬物足す一品って感じの、米以外はおまけみたいな食生活が一般だぞ。幸せになりますよ。これはキャンディみたいで美味しそうと思った。スレガは玉ねぎに対する好感度で意見が大きく変わる。加えて胃腸の強さかな、絶対辛いだろ。水にさらしてない生玉ねぎはねえよ。千と千尋の冒頭でお父さんが食べてたシーラカンスの肉はちょっとうげってなった。お母さんの食べてた肉は美味しそうだけど、料理自体はともかくとして、誰もいないのに後で金払えばいいだろって勝手に食べ始めた両親が常識のないドキュンすぎてダメだった。あれの元ネタって台湾のバーランっていうらしい。日本人が千尋に憧れてよく食べに行くけど、割とがっかりするとか。あれは似た食い物ってだけで確定してはないよ。口移しの端肉、あれ硬いジャーキーだからじわじわ味を感じられそうでいいなって思ってた。多分塩とか使ってない、本当に単に干しただけのやつだと思う。いぶしてもいない干からびた生肉なんじゃないかな。多分臭みがすごいよね。あれは味的には多分放置したベーコンみたいな硬さと塩辛さがありそうだけど、シチュー的には泣いて喜んで食べるファンは多そう。まあ間違いなく瀕死の傷病人に食わせるもんじゃないわな。サンタキの食事に意味優しいものとかなさそう。干し肉作って保存食にしてるだけでも偉いなって。あれ最初は薬効のある木の皮みたいなのだと思ってたわ。そういえば自分も子供の時万里見たせいかずっと木の皮だと思ってたわ。
まあでも羨ましいな。駿河は玉ねぎ好きには悪くないんだろうけど、重労働の後に出されたのがこれってシチュエーションを想像すると、せめてハム一切れくらい欲しい。上位互換。これナマスでも乗ってるの？給食のナマスが嫌いでパンに挟んで持ち帰ってたやつ。重しでポロポロな。じゃあ厳密に言うと飯ではないな。マジでナマスだったのか、というか食べる前提の組み合わせじゃないんか、そりゃまずそうでも無理ない。補足すると、通りも給食では米飯が出ないでるようになったのは80年代になってからので、主食はパンのみだった。ナウシカで大ババ様が鍋で煮てた何か、シンプルにまずそうっていうか、そもそもナウシカで美味そうと思ったものがないや、よく考えたら。ラピュタパンはあれ味付けもないし、パンも焼いたりしてないから結構食うのきつそう。ラピュタパンでググって出てくるのってアホほどマヨネーズ使ったレシピだし。ラピュタパン再現レシピとか、そもそもラピュタパンとは何かって考察ブログとかでも当たり前のようにマヨネーズ塗ってるからな。薄味が好みというのもあるけど、マヨネーズなしでも美味しいよ。ラピュタパンに憧れて作ってみたけど、黄身の部分を半熟にしてソースの代わりにしてる。卵本来の甘みが美味しいんだこれが。ラピュタのパンは実際はそこまでだけど、パズーとシータが食べるシーン見ると美味しそうに見えるから不思議。ナウシカはうまそうなもんがほぼないあたり、人類衰退世界っぽさある。食文化は人間の文明に大きく関わってるんだなぁと感じる。イモリの黒焼き。飯というより精力剤らしいけど。風立ちぬのクレソンサラダ。鉢植え食ってんのかと。あれはクレソン自体が綺麗な水でないと育たないので、味の良さもさることながら、クレソンサラダは店の箔漬けにもなったらしい。自分はクレソン好きなので食べたいなぁと思ったけど、まずそうに見えるというのはわかる。そのあたりの植え込み皿に乗っけたみたいなんだもん。ジブリの描写のせいじゃなく、サラダで食べるクレソンってあんま見ないせいかと思う。重ひでポロポロの牛乳、むしろどんだけまずいのかと飲んでみたくもある。まあまずいよ。似たようなのならスーパーで粉の料理用ミルク売ってる。赤ちゃん用は甘くて美味しいらしいが、こっちはまずい。君一でラムヌルシーンはなんかキモかった理由はわからんけど。あれは個人的にめっちゃありだった。めっちゃ美味しそうではないし、品がないんだけど、なんか贅沢というか羨ましかった。思いっきり戦時中だから主人公にとってはさぞうまかっただろうな。ジャムの色がなんか毒々しい感じがしてうまそうに見えなかったな。マサトは喜んでたし、戦時中の食事との対比でどぎつい表現になってるのかもしれない。バタークリームとジャムを塗るじゃなくて乗せてるのは正直うまそうとは思えなかった。でもそのごってりパンに大口でかぶりついてるのは夢の中みたいな現実でない空間を意識させられて、そういう意味では印象的。後編へ続く。